杉江俊夫は日本の映画監督、静岡県静岡市出身、早稲田大学卒業後、1937年に PCL に入社。山本果次郎、豊田志郎、島津康次郎、成瀬美み夫、黒沢明らの助監督を務め、1950年、東京の門で監督に昇進する。以降、その人の名は言えない、忘却の花びらなどのロマンスもの、 じゃんけん娘、お姉ちゃんシリーズ、若大将シリーズなどの青春映画、密輸戦などのアクション映画、社長シリーズや、クレイジーキャッツ主演のコメディと、多方面に取り分ける監督として、東方を支えた。公開ベースで見ても、1955年6本、1956年7本、1957年5本、1958年4本、 1959年4本、1960年5本、1961年6本、と、放課会の量産時代に、休む間もなく、次から次へと会社から回ってくる企画を取り続け、20年、満たない期間に68本もの監督作品を残した。いわゆる、喜劇映画や青春映画を中心とした、プログラムピクチャーの機種であったが、杉江自身は、 サスペンス映画の監督を望んでいたといい、36人の乗客、黒い画集ある遭難など、監督作品の中でも数少ないサスペンス作品は、現在でも高い評価を受けている。1960年代後半に入ってからは、放課会の社用を受けて、劇場用映画の監督作品が減少し、東方テレビ部に移って、テレビドラマを監督した。ありがとうございます。